法律鳥取環境大学では、自然環境の保全と経済発展。二つのバランスが取れた社会を実現するための、人材育成を行っています。人間形成教育センターの堀まいやと申します。本日は、脱炭素社会実現のための A. I. 技術と題しまして。第一回目に関しては、エネルギーマネジメントシステムについて紹介させていただきます。 ままず最初にに脱炭素社会とはとはいいいう背景について説明いたします地球温暖化気候変動の原因となる温室効果ガス温室効果ガスのことは GHG と呼ばれますがそのうちでも最も排出量の多い二酸化炭素について実質的な排出量ゼロを達成している社会のことを脱炭素社会と言います実際にこの図の左の方をご覧ください。左は化石燃料料を原料とした 電力の使用が行われていて実際には二酸化炭素が排出されている社会の実現となっています一方右側の図をご覧くださいこちらは化石燃料の代わりに再生可能エネルギーを用いた電力が使用されていますで実際この社会では二酸化炭素の排出量に対してそれを吸収貯蔵する量をもって 実質的な排出量ゼロを達成しているような社会になります我が国においてもこの脱炭素社会を目指すことが目標として挙げられていますでは実際にこの脱炭素社会が必要となっている背景について述べたいと思いますでこちらがえっ、ー、と地球の気温がこれからどうなるのかを示したような、えー、報告になります これは IPCC と呼ばれる気候変動に関する政府間パネルによる報告になります。これは第6次評価報告書になりますけれども、これに関しては、数種類のシナリオが用意されておりまして、そのシナリオに沿って気温が、地球の気温がどう変異していくかということを示したグラフになりますで。具体的に1つずつ挙げていきますと、この 一番上の赤い線ですね。温室効果ガス排出が非常に多いシナリオになります。このシナリオによりますと、2050年においては、1850年から900年を基準とした世界平均気温の変化に比べて、2.5度程度高いようなシナリオになっております。でさらに2100年においては、このシナリオにおいては、5度程度 高いようなシナリオが想定されております。で、これは化石燃料に依存したシナリオになっておりまして、化石燃料というのは先ほども述べたように、えっ、ー、と、石油、石炭、天然ガスに依存した電力ですね。そういったものを使うシナリオになっております。で、一方、このグラフの下のシナリオを見ていただきたいんですけれども、 これは温室効果ガスの排出が非常に少ないシナリオになっております。で、これはシナリオの中では持続可能な社会ということで、持続可能シナリオとして紹介されています。で実際これのグラフをご覧いただけると、2050年には大体1.5度程度、1850年から1900年を基準とした気温との比較が1.5度程度になっております。 で一方2100年におきましても1.5度程度高いそのままの気温が維持されている状態がわかると思いますで実際に、えー、とどういうようなエネルギー源に頼って、えー、生活していくかによってこのようにさまざまなシナリオが変わるということがわかると思いますでこういった シナリオがある中、脱炭社会に向けた動きとして世界的な動きと我が国で計画されている動きがあります。まずは世界的な話でいきますと、えっ、ー、と COP21 という会議でパリ協定というのが制定されています。これは2015年の話ですね。でこれに関しては、えっ、ー、と世界の気温上昇を産業革命以前に比べて2度よりも十分低く保ち 1.5度に抑える努力をするというようなものが一つ挙げられています。えっ、ー、と、先ほどのグラフで言うと、持続可能なシナリオがこれに当たります。さらに、21世紀の後半にはカーボンニュートラルを達成するということを目標にして挙げています。ここに、えっと、述べているカーボンニュートラルというのは、先ほどの脱酸素と非常に近い概念ではあるのですが、えっ、ー、と、温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させることとなっています。 先ほどは CO2 に限定したいものになっていますけれども、温室効果ガス、ここで言うと、CO2 以外にも、メタンであったり、一酸化二窒素であったり、フロン類のガスを含んだものになっています。で、このようにしてパリ協定っていうのが定められたのですが、我が国もそのパリ協定を受けて、地球温暖化対策計画っていうのを掲げています。 こちらが20あ2021年の10月になるんですけれどもこの中で我が国においては2030年度において温室効果ガスを2013年度に比べて46%削減するということを目指していますでさらに50%の高みに向けて挑戦を続けることっていうのを宣言していますで実際に温室効果ガスを46%削減するためにはどうすればいいかということになってくるのですが これに関しては、先ほどからも出ていますように、化石燃料から太陽光発電、風力発電などの再生可能エネルギーへの転換をやっていく必要があるというふうになってきます。で、実際に我が国においても再生可能エネルギーを大量導入させるために、いろいろな施策が導入されています。えっ、ー、と、その一つが、あの、固定価格買取制度などがあるんですが、そういった制度、 をを使ってさまざまざな再生可能エネルギーを大量に導入するとということを実現してきてきいます。で一方ですねその再生可能エネルギーを大量導入する際にはまた別の問題が生じてきますでこれが日本ならではのことなんですけれども電力系統の制約といったものが出てきますで電力系統の制約に関しては容量面での系統制約と変動面での 系統制約がありますでこれらの制約の元となる背景としてあるのは電力の需要と供給のバランスを常に保たなければいけないという電力システムにありますで日本の電力システムでは常に需要と電力の需要と供給を、えー、と保たないといけないバランスを保たないといけないというふうにありますでこれによって、えー、と日本の電気の周波数というのを 一定にに保っってていいるととうことになっていますでもしこのバランスが崩れてしまいますとこの電気の周波数っていうのが、えー、と崩れてしまって大停電が起こったりするというような問題が発生します。でこの背景にあるのは電気が基本的には貯蔵できないっていうことに由来しています。ではその中で再生可能エネルギーを大量導入する際にはどうすればいいかというような話になってきますけれども。 容量面での系統制約ではエリア全体での需給バランスっていうのを取らないといけないというふうなものが一つあります。でもう一つは送電容量の制約ということで再生可能エリアが大量に導入された場合には、えー、と余剰が発生した場合には系統に逆調理をさせる必要があるんですけれどもそういった時に送電容量の制約があると逆調理をさせることができないという問題があります。 えっと、実際に現在においても再生可能エネルギーが大量に発電される春、夏あ、春、春と秋ですね。で、その時に再生可能エネルギーが大量に余剰する場合があるんですけども、その場合には出力制限が起こることがあります。で、これは本末転倒の話で、せっかく再生可能エネルギーを大量に導入したにもかかわらず、使い切れずに、えっ、ー、と、制限をしてしまっているという問題があります。 で一方、変動面での系統制約もこの再エネ由来の電力は持っています。でこれに関しては再生可能ネルギー、特に太陽光発電に関してよく、えー、想像していただければわかると思うんですけれども、太陽光発電に関しては、えー、と天気に大きく依存しますで。天候によって大きく依存するため出力が読めないという問題があります。 で、そういったときに先ほどの電力の需要と供給のバランスを保つ必要が出てきますので、特に再生可能エネルギーが大量に導入された場合には、こういうことを大きく考える必要が出てきます。で、実際、対策としては、先ほど電力を保存することはできないというふうに申し上げましたけれども、保存するための一つの手段としては、蓄電池の活用というものが挙げられます。で、これは、 えっと、電力が余剰している場合には貯めて、不足している場合にはその貯めた電力を使うということをやらないといけない。で実際にそのいつ余っているのかいつ足りないのかっていうのを予測しながらこの活用する必要が出てきます。で、もう一つはデマンドレスポンスという需要応答と呼ばれますけれども、これは需要側のコントロールになります。需要量をコントロールするような、えっ、ー、と、ものになっています。で、これも、えっ、ー、と、 例えば30分後に需要がピークが来るので、えー、と節電してくださいというような先を読んだデマンドレスポンスが必要となってきます。でこれらを実際に実現するためにはエネルギーマネージメントシステムといったシステムが必要となってきます。で実際にこのエネルギーマネージメントシステムを、えー、と図で表したものがこういったものになります。 このシステムの中では、エネルギー運用ですね、実際には需給のバランス、電力の需要と供給のバランスを最適化する必要がありますで。エネルギーマネジメントシステムは規模によって様々なものがあるんですけれども、これシステムの例をご覧ください。えっと、工場用の EMS であったり、ビル用の EMS、家庭用の EMS であったり、地域用の EMS が存在します。 でこの図にあるのはよく、えー、と分かりやすい例としては地域用のセムスと呼ばれているものを想像していただければいいと思うんですけどもこういった地域の中でエネルギーマネジメントをしないといけないこの地域の中にはさまざまな再生可能エネルギーを用いた発電設備であったり需要化が存在していますでこの中で電力の需要と供給のバランスを取るということが必要となってきますで実際に行うためにはこれら需要と供給 それぞれがどんな需要と供給を持っているのかというのを予測をしながら。最適化をしていくということが必要となってきます。で実際にはその需要と供給の予測をする際には A. I. の技術が使われます。A. I. の技術を使ってエネルギー運用の最適化を行うというのがこのエネルギーシステムに。エネルギーマネジメントシステムになります。前半では脱炭素社会実現ための A. I. 技術の中でも。 ダンス社会に向けた動きもう一つは再生可能エネルギーの大量導入とその問題点について述べましたで最後にその再生可能エネルギーを大量導入するためのエネルギーマネジメントシステムについて説明しました前半についてはこちらになりますどうもありがとうございました